まさかまさかだ思いましたね、やっぱまさかですよ、やっぱり鬼滅ですよ。そうですよ、あの鬼滅ですよ。普通は切ってのことをしてるから傾けていくんだ。よもやよもやだ。もう終わってます。あ、終わった。すみません。いや、まさかまさかだ。思いましたね、やっぱ。いや、まさかですよ、やっぱり。鬼滅ですよ。そうですよ。あの鬼滅ですよ。だ最初ちょっと、どういうことだろうって思いましたよね。思いましたよね。どうやってコラボをするんだろうっていうのはちょっと謎でしたけど、まあ CM の内容とか実際に、ね、教えてもらったりとかして、あ、なるほどなと。これはみんな楽しめるよね、と思いましたよね。すごい、だからやっぱ技術が詰まってますよね、あの AR で。いやいや、そうですよ。松本さんはどうですか？私も最初はびっくりしました。びっくりしましたか？やっぱりこう、世間ですごく人気の作品ということで。そうですよ。そことね、コラボできるなんて、予想もしてなかった。予想もしてなかった。予想もしてなかった。魅力ですか？いや、正直僕、そんなになんかこう、皆さんほど多分、なんか偉そうに魅力を語れる立場ではないんですけど、ちゃんと現実があるんですよね。なんか。まあそれぞれの過去もそうだし、仲間がぶつかっていく壁っていうのが、読者からしたらなんか、え、マジで、え、そう、えっていう、なんかもったいない、このキャラがもったいないとか思うんですけど、でも多分それが現実であり、何かのね、彼らの正義だったりとか、それを突き通すためにやっぱり代償っていうのが多分必要になってくるっていうのが、それを見てどう思うか、どう生きていくかですかね。なんかそんな気がします。雷の呼吸、一の型、霹靂一閃。鬼滅ごっこしてないで帰ろう。ごっこ。鍛錬だよ、松本さん。ついに英雄が鬼滅とコラボレーション。スマホにご注目。水の呼吸、十の型、聖戦無限。これはよもやよもやだ。スマホで鬼滅の刃体験、さあ検索だ。松本さん、鬼殺隊入る？考えとく。